まだ？だって待ちきれないんだもん。はーい。うわっ、うわー、ちょっとユージさん、それ裸じゃないですか。そういうのはちょっとどうかと思うんですけど。あ、赤帽？荷物運ぶの？いや、ないけども。で、水泳がどうこうではなくてですね、裸がどうかと思うんですけど。そりゃそうかもしれないけど、恥ずかしくないの？そうなんだ。うん。え？うん。ごめんね、急がせちゃったみたいで。だって早くデートしたかったから。甘酒の？うん。いらんって。ユージってよくわかんないよね。さっき裸のままで何か軽く羽織るとかすればいいのにしないし、ずっと全裸だし、マッパだし、それって意地悪だよね。そうかと思えば断った甘酒飲んでくれるし、それって優しい。意地悪なんだかそうじゃないんだかわかんないよ。にゃにゃにゃ、あれ本当だ、はずい。充熱かな。これは脱がないの。だって憧れの冬デートだもん。ああ、冬。言葉だけでもうすでにキラッキラしてる。あとフラッフラしてる。はい。ってまた走るの？ずーい。いや、まだまだ余裕です。これから冬のデート満喫ですからね。やっぱり冬って素敵よね。ドキドキ。ねえユージ、これ見て、これ。
その通り、せっせと編んだだよ。これ一つの手袋に二人で同時に手を入れない？確かに窮屈でもね、そうするとすっごく近くにいられてラブラブな感じがするんだお。二人は永遠の恋人だからずっと一生的な。やだもう、ユージさんってば素直さん。はい、いや、手が密着してる。そんなことナッシング。ねえ、ドキドキするね。このまま街まで歩こっか。キッシュ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 ッ。あのユージ、これ持ってきたんだけど。何？え？ちげえよ。あんたさ、今なんつった？泣いてねえし。あのね。このですね、これ手袋なんですけど。なんでそうなるの？最近作ったんですけど。ウェザー、何それ？おー、なるほどね。でもしてないから。普通に編んだ手袋に経年劣化ってしけな。あら、やだ、それならいいわ。でね、あのね、お願いがあるんだけど。これ、一つの手袋に二人で同時に手を入れない？ん？あのね、これね、一つの手袋に。ちょっと、なんで断るのよ！せっかく編んできたのにさ！むさない！やなのやなの、二人で一つがいいの。自然であるかのように、かつ自然であるかのようになの。ユージが言ったんじゃ、バカ。言ったの、妄想の中で。素敵なことなの。
つけてくれるの？微笑みを少し分けてくれるの？はい。はたきをどうした？はたきやがった。本能で拒否される手袋って何なのよ。ひどいよ。本当に冬にやってくれるの？今間が一瞬の間が。わかんないよ。そうなのやだよ。今がいいの？今なの？今がいいの？冬でいい。ねえねえ、ねえユージ、冬といえば寒いからくっつきたいじゃん。そこでこんなアイディアはいかが？私のダッフルコートのポケットにユージが手を入れて、そこに私も手を入れて、中で手をつないだりこちょこちょしちゃう大作戦。やだ、もうユウジさんってば素直さん。はい。いや、あたしのポケットの中に奥までユウジが入ってきてるよ。はい。いや、手が密着してるの。まだ妄想で。休まない、お願い。さっき言った通り、歯入れて、早く入れて。ビーチさんじゃないもん。そうじゃなくてポケットに手を入れてって。ってなんで？理由は？蒸さないっての。知りかけるならあるし。そうじゃなくて、ほらコートが冬物だからね、クローゼットにしまうときに乾燥剤を入れておいた方がいいかなって。それでそのままねポケットに入っててね。ちょっと、私のことデートの時に尻陰る持ってくるような女みたいに思わないでよね。尻って単語入ってるし、ちょっとエッチっぽいじゃん。ピッチじゃないもん。
じゃなくていいから、先っちょだけでいいから。だったら私がユージのポケットに入れる。それならいいよね、だって恋人同士だもんね。勝手にします。いや、反対の方に。はい、入れました。ん、また指先に当たった。こっちにもなんか入れてんの。ふーん、そうなんだ。想像よりもラブラブな感じがちょっと足りない気がする。やだな、これで歩く、これがいい。なんだか指先に当たるものが若干硬くなってきたような。あれ？でもさっきポケットの中には何も入っていないって言ったよね。じゃあこれは何が当たってるの？ゴムみたいな弾力がありつつ熱を帯び、ペッペッ。そうだけどさ、バカじゃないの？なんでそういうこと平気な顔して言えるの？バカならないもん。エッチの時はさ、そういう気持ちでそういう環境で触るでしょ。だからまあそういうもんだなって思うけど、急にこんなところで触るとかちょっと変じゃん。わからん。どうしてなの？どうして？ちょっと大きくなってるの？あ、アイブとかじゃないもん、触っただけじゃん。それはそのツンツンとかなでなでとか優しく、それだけで大きくなっちゃうものなの？ものかって言われてもそんなの知らんもん。寝てるのに硬くなってるから不思議だなぁと思って興味本位で。別に変な意味じゃないもん、ビーチじゃないもん。うわぁ、だってサチがお口でされながら起きるのは男の夢だって言ってたから。でも途中でやめたし、最後までしてないし。え？
じゃあ今度は最後までする？どうも、こんにちは。あらやだ、昼間からあんなところ触って、本当にもう。フルコートのポケットでイチャイチャしたかったな。これはなんかそのエロい。あとムス。ちょっと違うパターンで行ってみよう。他にもあるのよ、やりたいことが。付き合ってくれるわよね？もちろん。妙なことどころか超ムード満点だからビビんなよ。ね、大声出したら食らってきた。甘酒タイム。ブレー、甘い。うえ。さあ、やってまいりました。第1回、みちるちゃんと真冬の雪合戦のコーナー。はい、そう、雪です。やっぱりね、冬といえば雪。雪こそがロマンティック、つまり雪こそが正義なのよ。はい、そこわかる？はい、その通り。ホワイトクリスマス、ホワイトシチュー、ホワイトロリータ、これすべてがロマンティック、そしてすべてが雪と関係している。さあ、では妄想してみようか。ねえ、ユージ君、しよっか、合戦。違うの違うの。この時代にだって唯一政府に認められた合戦があるんだぞ。それこそがザ・雪合戦。それでは雪合戦、ただいま凱旋なり。早速雪玉を投げちゃうぞ。勝負に情けは禁物なのだ。こいつは驚き、命中率 100%。 さすが勇士なり。ふふのふ、ミスター、油断大敵ですぞ。れるなら捕まえてごらんなさいな。うふふ、あはは。はっ、ね、こんな感じで雪合戦をすれば冬っぽいし、とーってもラブラブな感じになるのよ。えへん、そこは心配ご無用。みちるちゃん、雪合戦用にちゃんと準備をしてきたのであります。
さすがに雪は用意できなかったから氷を用意しました。じゃじゃん。昨日ね、サチの部屋とかアマネの部屋とかマキナの部屋とか、ユミコはなんか怖いから飛ばして、でみんなの部屋で氷を作らせてもらったのです。これを使えば冬っぽいし、ちゃんと雪合戦ができる。いざ鎌倉。考えたよ。そしたらすっごく楽しかったよ。ユージ、いざ合戦となったら贅沢は言ってられないの。その場にあるものを手にして戦場に向かう、それが男の戦いなのよ。ってことで、えい！何？今の攻撃をカバーするとは、さすが風明治ね。だがこれを避けることはできまいて。くらえ風明治！あでへく。風明治直接攻撃とは今日なり。風明治好きあり。やだー、ユージと一緒に雪合戦したい。どうしてもしたいのです。どうしてもなのだ、一生のお願い。命かけるし。ミュージー好きや。おふ、え、私猿なの。え、猿じゃないの？どっち？なにこれ、自分で自分がわからない。雪が友情、友情は大切。あとお金も大切。でもね、ユージ、お金で買えないものもあるのよ。え？あ、はは、もしもし、何よ、言わせたいの？私にとって大切なのは、風見ユージくん、その人です。ん？私そんなこと言ったっけ？でも正解は嬉しいです。のやつでしょ。だってユージがかっこいいからつい見とれちゃって、お話が頭に入ってこないんだもん。あー、ユージってば無視した。かっこいいって言ったから照れたの。
おう。拾ってくる。拾ってきた。かかります。エッサホイサ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 エッサ。これ思ってた感じのデートと違う。ユージ、これ雪合戦だから多分手榴弾は飛んでこない。あとまだ5センチしか掘れてない。これも楽しい雪合戦のため。エッサホイサエッサ。ああ、これやっぱり想像してたデートと違うよ。だって穴掘ってばっかじゃん。他のことをしたいです。5分待ってください。動けません。はい、確かにそう言いました。さあ、さすが風見雄二学。